まず朝廷の中にもですね、梁山泊の罪を許して、彼らを帰順させて、そうして、まあ、軍隊として国境の防備に当たらせた方がいいんじゃないかという、そういう、策も、そういうふうに、まあ、進言する者もいるんですが、当面、蔡京などの四悪人はですね、そんな下手に出るようなことはしないと、とにかく押しつぶしてしまえということで強硬策を取ります。で、取ろうとします。で、一方梁山泊の方はといいますと32ページですが、先ほどのお祭りの時にですね、曹公がどうか天子様が御事の礼を下して早く召喚してくださいますようにと、まあ、一生懸命言うわけです。繰り返ししつこく言うわけですが、それに対して他の連中はですね、今日も召喚してもらいたい、明日も召喚してもらいたい、それじゃあしらけちまうというふうに、まあ、反論する。力などは何が訴訟案だというふうに、まあ、罵倒するわけです。ここで曹公とですね、その他の人間の、まあ、考え方というものが大きく変わっ、対立をするといいますか、亀裂が生じるようになります。で、その亀裂はですね、ずっと続きますけれど、例えば召喚をもう朝廷の方でももう召喚しようということになった時に、33ページですが、曹公はですね、一も二もなくそれを受け入れようとする。これで長い間の苦労が無駄にならなかったというわけです。軍師の御用はもう少し冷静でですね、まあ、昭和には応じるけれども少しこちらの実力を示しておこう、ちょっと痛い目に合わせて、それからですね、昭和を受ければ、我々の心意気も示せるというか、まあ、言ってみれば、自分たちを高く売りつけることが売ることができるというふうに、まあ、考える。曹公はそれすら許さない。それだと忠義の二字を壊してしまうからということになる。他の連中もですね、朝廷の現状というものを考えたときに、そんなにですね、きれい事で、まあ、召喚を受けるというのはですね、ありえないというんですけど、あくまで曹公はですね、召喚を受けようとするということになります。で、まあ、最終的にですね、召喚が実現するんですけれど、召喚を受けて以後の梁山泊の扱いというものはまだまだ波乱を呼ぶことになります。で、34ページ、召喚以後ですけれど、梁山泊が召喚を受けた時にですね、皇帝はですね、まあ、喜んで彼らに感謝を与えようとする。ところが、枢密院がですね、国家の中心機関での枢密院が手柄を立てていない者に感謝を与えることはできない。手柄を与えてからなら感謝を与えることができる。それからこの梁山泊としてまとまっている軍勢はですね、いろんなその羊があるので、その羊に従ってですね、元のところへ返してバラバラにして、あちこちへ派遣するのがいいというふうに、まあ、進言する。それに対してですね、棟梁たちは赤字で書きましたように、わしら兄弟は死ぬも生きるも一緒で決して離れないと、バラバラにするというならまた梁山泊に帰るだけだというふうに、まあ、反対をするということになります。そこで、まとまって梁征伐に向かうわけですが、ここでちょっとしたエピソードが差し挟んであります。それが35ページです。水滸伝の大きなストーリーとはですね、あまり関係がないんですけれど、皇帝からですね、梁山泊の軍勢に対してお酒と肉が、まあ、貸しされるということになる。ところが、まあ、いつもの調子なんですけれど、それを運んできた役人がピンハネをする。それに気づいた曹公側の下士官と争いになって、その下士官が役人を殺してしまう、そういう事態が持ち上がります。で、軍師の御用はですね、客観的な情勢というのがよく分かっていますから、今この役人を殺したことがですね、によって、まあ、難癖をつけられてですね、思うようにされてしまうということで、
非常にドライなんですけど、その下士官の、自分たちの仲間である下士官の首を切って、首相の振る舞いをするのがいいというふうに、進言をする。で、そうこうはと言いますと、その下士官と対面した時にですね、ヤツアというのは殺された役人ですけど、ヤツアは朝廷の任命した役人であり、わしでさえヤツを恐れている、そういうふうに、あるいは、この身は役人となり、何一つ思いのままにならず、規則を守らねばならなくなった、昔のままではいられないのだ、そういうふうなセリフを吐くことになります。これはですね、それまでの梁山泊のことを考えると誠に驚くべき発言なんですけど、一体宗公は何を守ろうとしているのか。これまで苦労を共にしてきた仲間をではなくて、自分がですね、自分の忠義というそういう思いの方を守る、仲間ではなくて国家を守るという、守るべきものがここで変わったということを暗に示している小さなエピソードではないかと思います。もしも殺したのが下士官ではなくて梁山泊の一人であったら、宗公はどうしたんだろう。その梁山泊の一人はやはり自分から死を願ったんだろうか。そういうふうなことをですね、我々に考えさせるエピソードだというふうに思われます。で、梁の征伐に行きますが、梁の方ではですね、宗長の内情とのよく把握している。で、なぜ梁山泊の連中が征伐に派遣されてきたか、そのことをよく分かっている。で、これはむしろですね、梁山泊の軍勢を説得して自分たちの味方につける方がいいのではないかという、そういう分析をしている。で、軍師の御用もですね、あまりに宗の朝廷の方がですね、冷たく扱うものですから、そこにありますように、梁に従った方が梁山泊の砦並みに勝っているのではないでしょうかというふうなことをですね、宗公に言う。で、しかし宗公はですね、たとえ宗王朝がわしに背いたとしても、わしの忠義の心は宗王朝に背かないという、で、司書に名を残すことができるというふうに言っています。大変麗しいというふうに感じられるかもしれませんけれど、司書に名を残す、自分の名前をとにかく後世にですね、伝えるということ、麗しい名前を伝えるということが宗公の一つの大きな目的になっている。そのために逆にですね、自分たちの仲間というものよりも、その後世における自分の名声というものの方がだんだん大事になってきているというところが、この辺りでほの見えてくるのではないかというふうに思います。で、ともあれ梁に征伐した梁山泊の軍勢、あと一歩で梁を滅ぼすというところまで行くんですが、その梁と四悪人が頭越しに講和を成立させます。それが37ページですけれど、で、やむなく梁山泊の軍勢は帰還することになる。都に戻ってみると極端に冷たい扱いをされ、都の中へ入ることも許されないというふうなことになる。で、李希はですね、もう一度梁山泊へ帰ろうと、その方が愉快だというふうに、宗公はそれをたしなめる。で、李希がですね、兄貴がわしの言うことを聞かないなら明日もつまらない目に遭うだろうよというふうに、そう言うとですね、一度は皆笑ったと、この笑いがどういう笑いであるかというのは、また読み手である我々が想像すればいいかと思う。自分たちはなんか自分たちをですね、自重するような、そういう笑い方ではなかろうかというふうに思います。で、さらにですね、水軍の統領たちはもう我慢ならんということで、都をすっからかんにしてもう一回梁山泊に戻ろうというふうに御用に対して進言する。御用はですね、兄貴、宗公がうんと言わなければ無理だというふうに、で、御用はそうした動きを宗公に伝えますが、宗公はですね、兄弟たちがあくまで一心を抱くなら、わしは冥土に行っても忠心を改めんというふうに、そういうふうに言う。それは宗公自身の決意としてはご立派かもしれませんけれど、もう彼はこの時点で、梁山泊の指揮官としてのですね、役割というものをもう十分に果たしていない。もう、
部下たちにこれからどうしていけばいいのかという方針を示すこともできない。ただ自分のですね、その危害みたいなものを、まあ、ややヒステリックに言い立てるだけの存在になってしまって、であわや梁山泊瓦解寸前というところではないかという。